June 1st, Mariba. 昨日は水曜日にもかかわらず明日から連休だよと言われたので今日から4連休の始まりです。イエイ。まあ、休みの日の醍醐味といえばね、朝の綺麗な景色が見られるということでしょうかね。そんなね、朝一からツナ缶を食べました。猫をかゆてね。この味はですね、スイートチリでございまして、ね、ただ私の勝手な思い込みでね、ヤムニョムチキンだと思って食べております。いや、ツナチキンになってもうた。はい、いろんな味があってね、毎回違う味食べてるんです。ほんで朝からね、カップラーメンです。いや、中心から指でかっぽじってあげてる。こんな人いないですよね。なぜならね、私はタッパーに移してね、ちょっと固めがいいのでね、それを調節して食べるんですけどもね、離乳食くらい柔らかくなりました。一味の方はね、20振りします。20振り赤タンと、大人のコラボ飯となっております。 YouTube ママムー見ながら気持ちよく朝食いただきました。ほんでね、ファームからもらったね、緑バナナがなかなか黄色くならないのよね。あ、もう知らん、食べちゃえと思って、ね、茹でてオーブンで焼きました。見て、見た目めちゃくちゃ甘くて美味しそうじゃない。いざ実食なんですけれども、お味の方はですね、しょっぱいねっちょりしたじゃがいもみたいな感じでございまして、なんか口にしてはいけないものを食べた気分になりました。その後はね、ママムーを聞きながら気持ちよくランニングをしておりました。いや、全然してない。踊ってる。この長い一本道がね、この晴れた時にはとってもとっても気持ちが良いです。その後にジムも行きました。畳みかけるよね、休日だもんね。本日はですね、お胸とですね、飛んでるのかな、蝶々かな、あとお尻の方を期待させていただきました。昨日は暗い中で見たのでね、でっかいポケモンが迫ってくるのかなと思った。サーカスの会場もお昼はとっても可愛かったです。そしてね、ジムの格好のままでスーパーに行くというね、なかなかの勇気だよね。目的はジムを頑張ったご褒美に食べようと思っていたハニーソイのチキンでございます。マジ楽しみにしてた。からのチョックラー、安くなってたプロテインバーも買いました。これちょっとなんかチーズケーキみたいで美味しかった。からの大好きな筋肉破壊ショップに行きました。お目当ては一筋ビールでございます。やっぱね、一日の終わりの時にね、飲むビールは最高ですよね。あれワインが増えている。しかも 4.4 リットルビールより多いやないか言うて、そして帰ってお風呂入る前に、お風呂上がる時にちょうどよく食べれるようにチキンをオーブンで焼く準備をしました。おやつでもグリルしちゃって、もうね、パッケージにちょっと蜂蜜が映ってるところがね、もう最高でございますね。甘じょっぱ大好きです。もうね、ポテチにチョコとかね、柿の種にチョコとかも、そういうのも大好きでございます。本当にね、ハニーソイっていう味がね、もう何もかも好きです。ここに来てタレも1ミリたりとも残さず使います。目がバキバキです。それではいってらっしゃい。ごめんなさい、ハニーソイ好きすぎてちょっと調子に乗りすぎてキモい声になりました。ワクワクしながら待ちますね。ちょっとその前にね、このオーストラリアンチョッパドスカールみたいなのがね、安くなってたので買ってみました。おー、どうした、あー、苦かったかと思わせといて、下唇を噛んでおります。誰も求めていないシャワー後の保湿でございます。せーの、ビール握る前にドライヤー握れ。そしていよいよチキンが完成したんですけど、この絵はちょっとあんま映えてませんね。でもほんとこれ食べてる時めちゃくちゃ幸せな気持ちでした。ビールとめっちゃ合う。ちょっと長く持ってたら骨の芯が熱かったです。バイバイ。